岡本さん、いやー、高知でお会いできるのが楽しみですね。はい、いや、僕もね、ちょっと高知行っちゃおうかな。実はですね、今週ですね、鹿児島合宿の予定だったんですけど、モーリー君がですね、台風の影響で来れなくなったんで、行っちゃおうかな。でも今日水曜日でしょ。今日水曜日、木金土、行けそうだな。まだまちょっとね、仕事がちょっとまだ溜まってる部分があるんで、でも2日ぐらいでなんとか終わらせられるな。行きましょう。まあちょっと土日だったらいけそうだな。土日か金曜日か分かんないですけど、もう行っちゃいましょう。まあね、行く詐欺になっちゃいますから、もう行っちゃいましょう。こうチャンスですね。もうこれチャンスですよ。行きますよ。すいません、土日か金曜日か、大分からですね、フェリー乗って行きますよ。はい、まあそんな話はとても重要だと思うんですけど、今回ですね、ツールの、僕経由でですね、お申し込みありがとうございます。はい、特典の方ですね、お配りさせていただきますので、今回3つですね。1つ目は、トップバズなんですけど、こちらは、塾に入ってるんであれですけど、特典2、新商品ぶち込みましたね。新商品3つ、青森セミナー、札幌セミナー、北見セミナー、こちらめちゃめちゃ内容いいので堪能していただくのと、あと特典3、こちらですね、高知の菊田さんとやったセミナー映像ですね。菊田さん、バイナリーオプションで1億作って、その後仮想通貨で大儲けして、今5億円ある男、5億円男ですね。だから、高知行って、菊田さんとお会いできるか分かんないですけど、せっかく行くんでね、ちょっと、せっかく行くから、ちょっと お邪魔んぼしようかな。岡本さんに会うついでに、菊田さんにもせっかくなんで、そうだ、菊田さんと、岡本さんつなぐみたいな話をしてましたよね。ちょっとメッセージください。はい、高知でもこ、ね、広いじゃないですか、県が、そう、菊田さんはどこら辺だったかな、そのフェ大分からフェリーで乗って、ちょっと車でフェリー場から降りて車で30分ぐらいのとこですね。はい、ちょっと連絡ください。ちょっと菊田さんにも僕連絡して、その多分行けるとしたら、菊田さんの予定もあるんで、金土日月ですね、火曜日にちょっと合宿また始まるんで、行けるとしたら、金土日までには仕事を終わらせられると思うんで、土日濃厚で、菊田さんが土日にたあれだったらダメですけど、はい、行きましょう、せっかくなんで。こんなチャンスめったにないですからね。そう、今月もカツカツ、予定結構カツカツなんですけど、たまたま台風に感謝ですね、このさん。行く言ってましたからね、行きますよ。はい、余裕ですね、高知余裕ですね。宗谷岬まで行けば、車で宗谷岬まで行っちゃえば、高知なんか庭ですよ、庭。もう庭ですね。はい、行きましょう。はい、ということで、直接ね、お会いできることを楽しみにしております。はい、またメールください。土日ダメだったらあれで、ちょっとあれですから。はい、あと今回ね、特典の、メールの方で特典3つ記載してますので、はい、ご確認いただければなと思います。今回はですね、ご購入ありがとうございました。